どうか、監督をお見えになられましたので、会見の方を始めさせていただければと思います。全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦、スポーツランド総合大会、見事、優勝を飾られました、ドコモチームダンデライアンレーシング、吉田監督に今日はおはい、よ越しいろしくたお願だいきしまましす。た。監督、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。今の率直なお気持ちをまずはお聞かせ願えますか。ちょっとね、2例はね、長かったので、初優勝までが。今までも数回チャンスがあったのに、それがうまくね、結果に結びつかなかったので、今回本当に嬉しいです。はい。今季に関して言いますと、チームの話で言いますと、牧野選手が前回から復帰して、二玲選手がその間ずっと引っ張ってくるというような状況になっていましたけれども、チームの、パフォーマンスといいますか、今季のパフォーマンス、山本選手がいなくなったというところもあるんですけれども、その辺のパフォーマンスレベルはどういうふうにお感じになっていらっしゃいましたですか。そうですね、山本選手も、去年、おととしとうちのチームに在籍していただいたおかげで、チームの、実力も分かってますし、なんでしょうか、半分は山本君の置き土産みたいなところもありますね。昨日は雨、そして今日は晴れ、はい、コンディションが違う中でも、昨日も早かったし、今日も決勝レースで勝ちました。その辺のやっぱり蓄積っていうのが大きいですかね。そう思います。はい。二玲選手、これで苦労してやっと勝ったというところになりますけれども、今後について、二玲選手についてはどういうふうに評そう価ですさね、れこまれすでか。やっと1勝をすることができたので、今後は、この勢いでこのまま、シリーズチャンピオンに向かって、進んでいきたいなと思ってます。はい。一方、牧野選手の方はエンジニアもご担はい、当そうされなんです。てそうまなんですけど、はい。牧野選手についてはいかがでしょう。そうですね、今回も雨の中の予選で、いいパフォーマンスが見れましたし、ただドライは、彼は初めてですね。今朝初めてなんですよ、ドライを乗ったのが。 なので、なかなか、うちの車に、慣れてないっていう部分もあるし、少しちょっとまだこれからだと思いますけど、レースペースはどういうふうにご覧になってましレーたスペーか。スはそんなに悪くなかったですね。はい。パフォーマンスは十分感じられます。約2ヶ月のインターバルはい。を挟んで、次は茂木大会、8月の茂木大会、熱い戦いになっていきますけれども、次戦以降に向けて、コメントいただけますでしょうか。昨年も茂木は、予選こそ少し、失敗した部分もあって、チーム側も含めて、あまり結果も結びつかなかったんですけど、レースペースに関しては、ペースもいいですし、レースも、それなりに、予選の割にはちゃんとまとまっているので、車としてのベースはあると思ってますから、今の二瀬君と忠相君、いいパフォーマンス見せてくれると思ってます。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。では、お集まりいただいている記者の皆様方から質問頂戴したいと思います。どうぞお声掛けください。相島です。はい、どうぞ。すいません、吉田さん、はい。今、牧野選手のエンジニアも担当されているというお話だったので伺はいますが、い。福留選手はタイム差から言っても、このままトップでいけそうだなっていうのは私たちも分かったんですけど、野尻選手と牧野選手がちょうど同じあたりで戦うことになるなっていうふうに後半になってたと思うんです。で、牧野選手にはどういうふうにその辺声をかけてましたか？ただ実際は、忠相の前の車、松下君、それからその前と、距離があまり離れてなかったので、例えばあそこでペースを上げろって言っても上げられないのが実情だったので、なんとか、前の車、前車についてそのまま行くということだったんです。野尻選手が出てきてからは何か言いましたか？アウトラップの時は、野尻君がアウトラップだよっていう情報は入れてます。以上ですか？はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ございますか。は島村ですが、よろい、しどういですぞ。か？ありがとうございます。どうしても我々第2戦鈴鹿でのちょっとした残念なアクシデントっていうのが最後まで気になったんですが、おそらくチームもそういう状況を気にされている中で、無線で何か、福住選手に伝えられていたのでしょうか？教えてください。そうですね、直接タイヤということではなくて、最後は、もう後ろとのスペースもありに十分間隔もありましたので、無理にプッシュせずに、後ろの、タイム差だけを彼に教えて、あとはクルージングでいけということです。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他ございますか。よろしいですか。はい、では監督の方の会見は以上とさせていただきます。はい、吉田監督、ありがとうございました。おめでとうございます。